大島ひろなりのごっつぁんす TV。 はい、今日はあの代々木八幡と代々木上原の、はい、歩いて徒歩1分のところにある、はい、あの大先輩のお店に行くんですけども、はい、でしょっちゅうあのそこには食べに来てるんですけど、はい、しゃぶしゃぶ屋なんですけど、しゃぶしゃぶとラーメンは毎年あの夏でも食べますから、はい、結構あのみんな仲間とか先輩方と集まって、はい、よくここで食事して、あの飲んだり集まることが多いんで、よろしくお願いします。働く人がいっぱいいないですか。そうですよ。それでみんななんかあれ飯田さんまで働いてる。ぐらいしてましたよね。朝晩もそう。朝晩も。誰か腰の方がいいって言われてもらって。俺がつか。俺ちゃんとあの新宿さん。最後は二人で掃除だから。いや山さん、俺いつもシャンパン入れる方が誰かいたら来たら。そうですね。そうだそうだ。いい思い出だったよ俺は。大島さんと大和さんは、その年というか、あのキャリアでどう？全然上です、山本さん。10個ぐらい違うんじゃないですか、山本さん。あれ山本さんって60年。3つ4つ上だから。7、8、8、5ぐらい。1965年ぐらい。山本さん、9歳ぐらい。6ぐらいですか？あ、9歳ですね。聞いた。8月7日だから。聞いちゃった。現役の時っていうのはなんかこう全然被ってないです。あ、被ってない。俺山本さんしたのどついたるねんですか。あ、映画の。山本さんどついたるねんでしって。はい。だから山本さんとはなんか通ずるもんがあって、ええ、あのほら経歴がちょっと似てますからね。経歴がちょっと陰性上がりのボクサーですからね。山本さんも、ありがとうございます。すみません、自ら手伝います。山本さん、山本さんがこう煮物とか炊くんですか。全部だよ。すげえっすね。掃除も何も家にも全部。すごいっすね。でも、イカのアンツも。これも。これ3日間かけてるから。これ3日間かけてるから。3日間かけてる。だって、いつもこうやってほら、前菜オードブみたいな感じでパーッと来るじゃん。すごい全部山本さんでは皆さん、座ってたままで結構ですので、私が代々木八幡大和会を預かります、石塚と申します。川崎出身です。こういった皆さんの前でお話をすることはあれ慣れてないせいか、いろいろ不慣れな点でご迷惑をおかけするかもしれませんが、日頃のご厚情を申し出してご寛容のよろしくお願い申し上げます。そしてはじめは見敗となりますが、大和会の京都支部長の藤林浩二が昨日訃報がありまして、大和会のために多大な貢献をしてた男なんですが、もう本当に残念でしょうがないんですが、今日は彼のために彼の供養として見敗した後楽しくやりたいと思いますので、最後までご観覧のほどよろしくお願いします。それでは見敗よろしくお願いします。よろしくお願いします。何をやめてんだよお前。死ねるの。何でくるのよ。
今日あの大和会の会長があの来てくれてます。あのYouTube 登録してくれてるんで、はい、いつも見てくれてるんで。大島さんが見てますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうそうそう。大和会は設立何年目ぐらいなんですか。大和会はもう6年前です。6年前。あの大和さんがボギーをやってる頃からですから。中目黒のショットバーのボギーから。あそこからでもう6年目です。コロナの前からもうやってます。毎月1回。国際新聞はね、俺あの後輩なんかもみんないたんですよ。プロテストがって怒っちゃったんですけど。会長結構詳しい。俺もジムにいたんですよ、花形ジムに。会長めちゃくちゃ詳しいから。あれがいいんだよ。ハイヤーさん見るとなんか大友洋選手とか思い出しますよね。なんか同年で今は何柏島選手汗かきすぎです。会長すいません。いや大島さんいいですよ、ね、気さくで本当。おそうそうそう、頼むで、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。こいつだけは置いとくよ。帰れないよお前。ごちそうさまでした。じゃあね、はい、サンキュー。失礼します。愛がないんだよ。愛がないんだよ。取り方が、怪しいよ。愛がないんだよ。絶対怪しいもん。ダメなんだ。まあいいよ。取れて取れてればいいよ。ちょっとまともに取れてる。もういいんじゃねえか。もういいんじゃねえか。後ろちょっと。どうぞどうぞ。もういいよ。俺たちあのこれからあのゴールデン街行くから。おっ。行かねえよ。行けないよ。じゃあ俺はゴールデン街行くんだ。行くん。行くんだよ。マジで。当たり前だ。全部吉田の払い。いいからいいから。ごちそうさまでした。じゃあね、はい、じゃあね、またね、よろしく、はい、おっす、うい。大島ひろなりのごっつぁんすTV ケンセラー。